はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今回はニューヨークですね。決勝か。優勝でクリア。ブレーキがね、難しそうで、こう、で、こう来て3位か。できない。こう来て、あれね、あ、ケーキ打短いね。あれで4位か。わ、むず。こんな難しいんだ。救急が脱線して、救急じゃないの？これ、ここ難しいな。お兄ちゃん。
ダメだ。こういくか。あら、あーライブしちゃったね。難しいなぁと思って。一応信号あるよ。青信号に当たってる。激しい。右に曲がったと思ったら左に曲がる。ちょっと激しいから操作が難しい。そんなに操作難しい。今までのコースでコースよりちょっと難しいかな。ちょっと結構難しい。コーナリングがねちょっと難しい、ね。行ってみて、あ、目立せするかな。ちょっと早く減速しておいて、
ああ、よく脱線しなかった。ちょっとね、なんで行ってもダメか。お、1位だ。あ、よく1位になったね。オーバーランして1位ってどういうこっちゃ。これ難しいよ。オーバーランして1位って初めて。だって北北線なんか毎回オーバーランしてるしね。まあ俺もオーバーランしてるけどさ。5回ぐらいは脱線したんだけど、よくまあ持った、ね、うん、結構ね脱線してて、右曲がったと思ったらすぐ左に曲がらなきゃいけない。でも珍しく路面電車は走ってないのか。あ、でもいるか。函館ってトレインがいるか。え、函館だよ。電車で動いて上辺でね、函館トレイン運転できますけど。あ、電車で動いて上辺全然やってないんだ。線分かりやすいね。まあ電車で GO2 とかで、ね、電車で GO で運転してたっていうの。インフォーマーしてた。みんなオーバーランしてんだよね。コンピューターでもできない。おお、全国制や。これでどうなんだろう。エンディングかな。じゃあエンディング見て終わりか。We'll be right back.
はい、といったところのエンディングですね。セーブして、どうすればいいの？またやんの？あ、クリアデータが、あ、こっからまたやんの？あ、結構これで車両が獲得できるのか。なるほどね。まあ、とりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。